まずは普通にバックトラックを取っていきたいと思います。こんな感じかな。ちゃんと取れたかな、微妙かな。まあいいでしょう、こんな感じですね。でこの上で例えばこう普通にというか拍取り、こうね、こういう風に例えばじゃあこう弾いてみると、みたいに教則本のね、なんかサンプルみたいな、もうちょっと、たどたたたた、こんな感じかな。まあ例えばこんなようなね感じで弾けば、レイドバックしてない拍に対してよいしょよいしょってまんまやってるわけですからね。なんですけれども、なんていうのかな、レイドバックするとどうなるか、レイドバックっていうのもいろんな考え方があると思うんだけど、とにかくまあ拍に対してきっちりしないってことですかね。やってみると、こんなような感じで、ちょっとこう合わせないというか、としても今はちょっとなんか若干こう後ろに後ろにっていうんですかね、これよいしょよいしょってみんながてなんかマイペースに弾くっていうかですね、な感じでやりましたけど、まあなんかちょっとこう若干こう、なんていうのかな、強い感じ、ストロングな感じ、前に行く感じ、行くと私はちょっとこう思い出してから、ちょっと食い気味で行くって感じですかね。どんな感じかっていうと、まあなんか早く弾いたとかっていうのもあるんですけど、まあでもちょっと前つんのめってる感じですね。なんていうのかな、まあこれいろいろ合わせ技でやっていくってことですよね。もう一回一番最初のおいしょよいしょってのやってみると、トゥーアンアン、まあ普通な感じ、ダン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 ね、もう四分音符しか弾いてないっていうのもあるかもしれないですけど、これに対してなんとかね、ちょっと後ろだと、ね、こんな風になるだろうし、前のめりに弾けば、音符以外も弾いちゃった、まあちょっと前後ろっていうのがあって、まあいろいろ合わさっていくのがいいですよね。なんかそれがちょっと豊かな表現な気がしますね。まあいろいろやってみるね。もうなんなら
コラージュのような。ズレズレで、ズレズレっていうかな、レイヤーみたいに重ねるリズムに対してね、まあ、一定のものがあるからできるって感じですよね。まあ、これらを総称してレイドバックするというふうに仮に呼ぶとすると、まあ、レイドバックっていうのは一体どういうものなのか、感じやすいとかね、理解しやすいのかなっていう気がします。まあそんな感じかな。とりあえずこの、まあ、音楽の、ね、動画によるそのフォローする部分というのはこんなところで、まあ、ちょっと長い映像になってしまいましたが、お付き合いありがとうございました。ループもちょっと下げて、はい、なわけでご視聴ありがとうございました。それでは。